ミョンもね、Vlog やってくれてるんですけど、ミョンはあのザ・サイレント・ドッグっていうバンドのリーダーみたいな、うん、まあまあ、メインボーカルやってるんですけど、はい、なんで今日、ミョンもいいですか、ちょっと。あ、いいですよ、いいですよ、もちろん。ちょっとミョンこっち来て。ありがとうございます、じゃあ。大事ですからね、ミョンもね。そう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 。はいはい、どうも、皆さん、こんにちは。はい、みんなでミョンミョンさんでーす。はい、こんにちは。ミョンミョン。ミョンミョンの情報も実はですね、僕事前に星さんに渡してるんですよ。はいはいはい、あの生年月日、うん、1723年生まれで。そんなじじい、そうじじいやないか。やば。え、ってことは僕もあのグラフが出るんですか。そう、全部が。え、やばい、公表される。やばい、初めて見る。人の知力とかやってたけど、知力ゼロの可能性ある。これマジで結構ドキドキする。ドキドキする。へぇ、はい、これがミョンさん。マジかよ、記録1じゃん。うちの会社やばいだろ。なかなか揃わないっすね、攻撃力がね。こんなにみんな知力、うん、低いって珍しくないですか。うちノリだけやってる。いやでも納得するんだよな。この二人より知力低い自信あるもんね。なかなかないっす。何この、なんか成人式みたいなのやってる活動。知力以外バランスよくない。そう、バランス、確かにバランスだ、ただ形が、うん、知力以外いいのはね、やっぱオーラ。確かに意外、なんか確かに、うん、これがいいんですよ、ね、オーラ。コエッキーさんと一緒じゃん。コエッキーさんが7。おお、上やるやん。何何、え、オーラ1位が現在1位です。そうなんです、だからすごいいいんですよ。へえ、何がいいんだろう、解説ちょっとお願いします。これね、オーラっていうのは、うんうん、存在感とか、うんうん、あとはなんかこう人を引き寄せる力とか、あ、まあ、そういうある種の魅力なんですね、うんうんうん、でこういう人って裏方より外に出た方がいいんですよ。ぴったりやん、ぴったりやん、なんで裏方ってやん。それはもう裏方採用だったから。裏方のくせにクリエイティブ力ないもんな。やめてください、それは言っちゃない。僕もずっと黙ってたな。確かに裏方だったら知力とかクリエイティブ力が若干いいかな。もしくは守備力とかもちょっと裏方には向く可能性があるんだけど、はいはい、オーラとか攻撃力ってこれ見ていくと、うん、例えばステージに立たせてしまって、もうやっちゃえってなったら意外と度胸をよくやれたりするんです。なるほどね。だからそういう意味ではね、こういう人ってもうやらしちゃった方がいいんですよ。なるほど、うん、いいやん。そうすると意外となんかうまくいくし、不思議と人気を集めたりとか、うん、不思議と人を引きつける力を持ったりする。なるほど、嬉しい。だから人前に出るっていうのがね、まずこれ大事。いいじゃん、いい、嬉しい、いいっすよ。ただね、その時注意してほしいのが、うん、ミョンさんのもう一つの特徴に、うん、真面目さっていうのが出てくるんですよ。あ、これが若干ね、パフォーマンスとして何かをやる人としては、うん、邪魔をしちゃう場合が。なるほど、理性みたいなところ。いや、そうですね、ちゃんとしちゃうってことです、うん、例えば、コヤッキーさんとか、まあ、特にトーヤさんでもそうかもしれないけど、うん、もう一つそこにクリエイティブ性があるから、うん、臨機応変にその状況を読み取ったり、その場その場でうまく変えていけるんです、うん、で、もっとなんか面白くおかしくできちゃってるんです、うん、でも、ミョンさんは真面目に段取り通りやってしまったりとか、うん、いや、マジそうですね、つまない人間だ。まあ、怒るもんな、段取り見出したら。今日もなんか撮影コラボあるんだけどさ、この撮影微妙やから帰ろうやっつったら、なんか怒って7時間後ぐらいに撮影して帰られたもんな。そう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 、怒ってないけど、あの本当にペースがあったのを崩されると、こう真面目にねちょっとやっちゃうことはありますね。はい、パフォーマーとしては空気とかあると思うし、はいはい、その場のノリもあるから、わかるわ、それをうまくやった方が多分パフォーマンスとかは、特にライブとかはいいと思うんですよね。反省してほしい。心に深く刺さる。心当たりがありすぎて。そうね。刺さるよね。刺さる、これ刺さる。すごく刺さってます。完全に消すのはちょっと無理なんですよ。やっぱ性格的なもんもあるから。でもそれがもうちょっと柔らかく融通を効かせられるようになると、うん、このオーラもっと光る。おお、なるほどね。じゃないとね、硬さが出ちゃうんですよね。なるほど。怖いもんな。頭硬いそうなことね。本当に。まず髪色染めよ。いや、嫌だなこれ。硬いな。嫌だな。
真面目でもいいかもしれない、外見からちょっと緩くしちゃうのはありだな。この髪型の方がミョンさんらしいんだけど、パフォーマーとしてあえてそこを崩すんであるなら、それは一つかもしれない。じゃあトーマトランジスタフォンと同じ緑でも緑いいと思うトロみたいな感じなんの一個両方で、まあまあまあ確かにちょっと言われてみたら変えてみてもいいのかなと初めてなりましたけど、面白いと思う、うん、はい、それは一つかもしれない、はい、見た目から変えていくだけでもイメージが変わるんで、硬さが多少それもともとあったとしても見た目がもうちょっとやっぱり奇抜に見えれば、その分うまく創作されていくっていうかね、なるんじゃないかな。だそこの硬さをどれだけ取っていけるかが、パフォーマーとしてやっていく分には取れると、それがポイントになってくる。めちゃくちゃいいアドバイス、本当にそうこれはいいアドですね本当に今年1年どうしようかと思ってたで、今年大事なテーマとしては、はい、謙虚さなんですよ。謙虚さ、謙虚になれよ、もっと謙虚になれよ本当に。もしかしたらね、小ヤッキーさんの運勢いいから、一緒にやっていくと伸びていく可能性あるんですよ、でもその時にミョンさんは謙虚にいること。パフォーマンスをするときはいいですよ、そういうふうにいろんなねやっても、でもそれ以外の時はもう謙虚とにかく、うまくいっても僕の力じゃないみたいなぐらいな謙虚さなんですよ。ああなるほどなるほど、それが大事だ。分かりました。ここで調子に乗ってしまったり、自我がどんどん強く出てしまったり、頑固さこだわりが出てきちゃうと今年ありそう、それめっちゃありそう、分かんないけど今年めっちゃありそうな気がする。それそれは気をつけなきゃ。会社の中で唯一小焼きさんのタメ口聞くんですよ確かに、Vlog でね信じられないぐらいたまにコメント来るもん、いやいいね。あとね、これ上から学ぶっていうのは今年のテーマなので、なんか上の人、まあまさにね、高校野球さんとか東野さんとか近くにいる上の人から学んでいくのもすごくいいですね。知力1やからな、あったろよしよしで、あとこれ一緒なんですけど、ちょっと東野さんとお金の使い方は注意。まあ、わかりました。お金はもう気をつけます。稼げるかもしんないけど、バッと出てっちゃうからね。なるほど。だからつい気が大きくなってね、使いすぎてしまわないように。正確に言うとね、使うのはある程度しょうがないんですよ。使い方なんですよ、問題は。どう使うか。例えば自分の成長のために使うのは OK、例えば人のために多少ね、ご馳走してあげる、お世話になった人に何かをしてあげるのも OK、 でも自分のね、こう私腹を肥やすために使うとかは多少抑えようねって、今年は特に。わかりました、はい、まあちょっと今年忙しくなりますからね、ちょっとそうですね、それも謙虚にね、そうそうってことですよね。そうです、私腹肥やさずに。そうです、お前たまらんで先人は語っておりますけどまあそうですよね、このドリボンで666円になるってことはそういうことなんですよね本当に学びを今勉強させていただいてます。そんなことあるんだな。嬉しいね、でもね、アドバイスが。いやすごい。なのでぜひね、ちょっと今年、あのパフォーマーは僕は悪いことではないと思うので、うん、先ほどのところだけ、うん、ちょっと意識していただければといいと思います、うん、なるほど、素晴らしい。